初代、坂東慎吾は、日本の俳優である。野豪は大和屋。縄文は三つ大。東京都出身。J.I. プロモーション所属。東大若手お山の注目株の一人。1990年、坂東矢十郎の長男として、東京都で生まれる。祖父は、映画スターとして、人気を博した坂東高太郎。祖母も、映画女優であった、飯塚敏子。おじは二代目。 坂東吉也である。1995年7月、歌舞伎座、市川猿之助七月王歌舞伎、歌劇世の厚森着子歩道丸で、初代、坂東信号を名乗り初舞台を踏む。この際、初舞台工場も行った。1999年、国立劇場特別賞を受賞する。2012年12月京都南座、佐々木高綱の高綱娘薄着ぬほかで、 な大昇進し、2013年3月には、墨田川花御所染めの、綱女寺、箱下関屋で、国立劇場奨励賞を受賞した。2014年、父、いよいよ、十郎との自主講演会、ヤゴの会を立ち上げ、同年9月に、第1回公演を、東京、日本橋公会堂で開催する。2016年には、ヤゴの会のフランス、スイス、 スペインでの参加国公演を実現させた。2017年のスーパー歌舞伎2ワンピースでは劇団シンパに転出した市川俊縁に代わり、波サンダーソニアに抜擢される。市川猿之助が左腕の怪我で休演して、小野右近が代役した際には、それらの役柄に加え、通常公演でウコンが演じたサディちゃんも務めた。2018年、 重要無形文化財に認定され、伝統歌舞伎保存会会員となる。舗装表で、すらりとした父譲りの調子が目立つ若尾山。京成や町娘の役を中心に、古典から新作歌舞伎まで多彩な役に挑戦し、時には立役も演じている。父、いよいよ、重郎との自主公演、ヤゴの会や国運歌舞伎、 新春浅草歌舞伎などで着実に研鑽を積んでおり、今後が期待される。公玉社中学校、高等学校卒業。趣味は、読書、野球観戦で、好きな料理は、イタリアン、ベトナム料理。野球に関しては観戦のほか、歌舞伎界の役者や裏方の草野球チームに参加しており、このチームには二代目、小野松也や中村和太郎らも参加している。 昭和の名優として知られ、やはり長身のお山であった六代目、小野倍梅光については五代目、坂東玉三郎や十八代目、中村勘三郎らから参考にするよう勧められ、倍光関係の書籍を愛読書としている。大和屋の同門で年の近い二代目、坂東美之助と親しく、新春浅草歌舞伎などで相手役を演じることも多い。ありがとうございます。